どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそということで、今回またね、スタミナが溜まったということで、パズドラの、スペシャルダンジョン、降臨ダンジョンじゃなくて降臨チャレンジのエライス行きたいと思います。まあもちろんね、ちょっと今回はラーロラで行くというね、まあルールを自分で作ったので、まあ、こちらで行きたいと思います。まあラーロラで行けないところとかは、まあ違うパーティーで行くかもしれないですけどね。まあほとんど、ラードラでちょっと行ってみようかなという感じです。水がないね。オッケー。まあ、あぶねあぶね。20倍ぐらい9倍も出せてなかったな。正確に何倍なのかちょっとわかんない。で、欠損はしてないかな。してないね。よし、オッケー、来て。はい。ちゃんとね、140倍出せました。まあまあまあ、まだね、ヘライスはね、まだ簡単な方なんで、まあもうちょっとね、上の方ね、の時に、もうちょい頑張りたいですね。ここら辺はね、まあ、クリアできるんで、普通に。まあ、下手であるね、クリアできれば、まあいいんで。よし、オッケー。操作時間何個あるの ?1 秒、2秒、3秒、4秒か。ってことは、まあ、合計8秒の操作時間延長。じゃあ、操作時間延長は4秒か。で、まあ、合計で4秒。4秒、じゃあ8秒ね。戻りたい。というわけですね。1つ足りないかな。あ、おう、降ってきた、降ってきた。ラッキーラッキー。まあ、ここら辺はね、多分大丈夫でしょう。144枚出せなくても普通に多分ここら辺ならまだね、ここら辺の氷になら多分クリアできると思うんですけどね。わあ、ちょっと書いてる。いやー、やっぱね、おお、落ちてきた。覚醒弓も、ラードラも、操作時間延長がたくさんついてるから、パズルがね、すごい時間かかる人っていうかね、僕みたいな人はね、すごく助かるんじゃないかなと思います。欠損ないんで、このまま行きますね。一応延長しよう。延長で、はい。四つ星を入れての、そうそうそう。はい。これでいいかな。はい、オッケー。まあまあまあ、ここら辺は、多分ね、普通に余裕なんで。まあ、ラーロラじゃなくてもね、勝てるので、ここは。ラードラじゃなくても勝てるんでね。まあ、ここら辺は適当にパパーってやって感じですね。はい、ということで、また4体なので、この4体とも、プラスね、合成していきます。多分ね、やっぱプラス落ちやすくなってますね、普通に。まあ、なので、まあ、どんどんね、プラスが増えていくと。いう感じでございます。降臨チャレンジやるついでに、動画にもなるし、プラスもどんどん増えていくという感じで、まあちょっとね、297まで、まあもうすぐ半分か、もうすぐ半分なので、まあちょっと頑張ろうかな。え、もう半分いってるかな。もう多分半分、あぎりあと1で半分以上いくかなという感じですかね。はい、もうほぼ半分まで、折り返し地点まで来ました。折り返し地点まで来たのに、動画の本数的にはこれパート8、297の道パート8だと思うので、まあ、結構動画ガイドめっちゃやってたんだなっていう感じですかね。はい、という感じでね、次回の動画もね、多分降臨チャレンジ滝見なかったかな。まあこれは木と闇がなしなんで、違うパーティーでちょっと行こうかなと思っております。ということでね、まあ次回の動画もよろしくお願いします。ということでね、この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。下の赤いチャンネル登録ボタンからチャンネル登録することができるので、そちらからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あと説明欄に、Twitter ツイキャス755のリンクが載せてありますので、そちらね、 SNS のフォローの方もよろしくお願いします。ということで、以上、たくみでした。じゃあ